スペースアドベンチャーズはアメリカ合衆国バージニア州の宇宙旅行会社。1998年にエリック・シー・アンダーソンが設立した。2010年には大気圏内での無重力体験、宇宙飛行等に加え、飛行士としての訓練や宇宙遊泳の訓練、打ち上げツアーなどの体験型のその他の宇宙、飛行関連サービスを提供している。計画ではこれまでに、 弾道宇宙飛行や月への宇宙飛行も公表されている。2009年には7人の顧客が機動宇宙飛行計画に参加し、今後の弾道宇宙飛行計画も同じく多くの予約が存在するエリック・シー・アンダーソンは社長であり、最高経営責任者である。彼は1998年にクくらかの他の航空宇宙、冒険旅行。 娯楽産業の分野の企業家と会社を共同設立した。本社はバージニア州ビエナにあり、モスクワにも支社がある。スペースアドベンチャーズは国際宇宙ステーションへの宇宙飛行ミッション、月周回ミッション、無重力飛行、宇宙飛行訓練プログラム、宇宙飛行資格プログラム、将来計画している弾道飛行の予約など様々な宇宙旅行プログラムを提供する。 2001年から、スペースアドベンチャーズは7人の顧客を8回のミッションで ISS に打ち上げている。これらの7人は、デニス・チトーマーク・シャトル・ワース、グレゴリー・オルセン、アニュー・シャアン・サリ、チャールズ・シモニー、リチャード・ギャリオット、ギー・ラ・リベルテの7人であり、いずれも著名な実業家である。なお、チャールズ・シモニーは二度宇宙へ旅行を行っている。 宇宙旅行の費用はおおよそ2000万ドルとされる。2008年の1月、スペースアドベンチャーズは最初に唯一 FFA 承認を受け、一般に公開して無重力飛行を行っていたゼログラビティー、コーポレーションを購入した。審議会には、アポロ11号で月面探査を行ったエドウィン・オールドリン、スペースシャトルの飛行士であるサミュエル・デュランス、トーマス・デビット・ジョーンズ、 バイロン・リッシェンバーグ、ノーマン・サガード、キャスリン・シー・ソーントン、ピア・ツート、チャールズ・ウォーカー、スカイラブ・ノリクミンのオーウェン・ギャリオット、ロシアの宇宙飛行士、ユーリー・ウサチェフが加わっている、宇宙旅行を楽しむマーク・シャトル・ワース・デニス・チトウ最初の宇宙旅行客は、デニス・チトウで、世界初の宇宙旅行客でもあった。2001年4月に、ソユーズ、TM ・ t エ32で、 ISS へ打ち上げられた。彼は、ロシアのスターシティにある、ガガーリン宇宙飛行士訓練センターで訓練を受けた。また、スペースアドベンチャーズの無重力飛行、遠心力訓練、軌道飛行前の超音速ジェット機による宇宙の、渚への到達など他のプログラムにも参加した。マーク・シャトルワース二人目の宇宙旅行客は、南アフリカのマーク・シャトルワースであり、10日間宇宙に滞在した。 また、彼は初めて宇宙に行った、アフリカ人となった。ロシアの有類ーーギジェンことロベルト・ビットーリの二人の乗組員とともに2002年4月25日にバイコネルール宇宙基地から TM-34 で打ち上げられた。飛行より前、彼はスペースアドベンチャーズの起動事前承認プログラムを受け、ジョンソン宇宙センターでの一週間の オリエンテーション計画を含む8ヶ月間の訓練と検診を行った。無重力飛行、遠心訓練機、宇宙船通信、ソユーズや ISS の誘導制御系の練習などを訓練として受けることになった。シャトルワーズは彼の宇宙飛行を南アフリカの若者の教育と捧げ、科学的研究を行った。グレゴリー・オルセン3人目の宇宙旅行客はグレゴリー・オルセンで、 スターシティで900時間の訓練を行った。彼とクルーは、バイコヌール宇宙基地から2005年10月1日に、ソユーズトママイナス7で打ち上げられた。ISS 登場中、彼は、欧州宇宙機関が用意した人体の微小、重力環境への反応の研究計画に参加した。ISS のアマチュア無線を通して、ニュージャージー州やニューヨーク州の高校生と交信した。 アニューシャンサリ4人目の宇宙旅行客は、アニューシャンサリで、世界初の女性宇宙旅行客だった。2006年9月18日にソユーズトママイナス 9? でバイコヌールから打ち上げられた。8日間の国際宇宙ステーション滞在中、欧州宇宙機関の用意した、貧血の裏にあるメカニズム、筋肉の変化の腰痛への影響、ISS 乗組員への宇宙放射線の影響、 宇宙ステーションで生息地を作った微生物の変わった種などの4つの研究を行った。チャールズ・シモニー5人目の宇宙旅行客は元、マイクロソフト幹部のチャールズ・シモニーで初めて2度宇宙へ旅行を行った。彼の最初の宇宙飛行は2007年4月にソユーズ・トマ -10 で行われ、2度目の宇宙飛行は2009年3月にソユーズ・トマ -14 で行われた。 目的は民間宇宙飛行の促進、宇宙ステーションでの研究支援、世界の若者の目を宇宙旅行の科学に向けることであった。彼のウェブサイトは3300万人が閲覧している。リチャード・ギャリオット6人目の宇宙旅行客はゲーム制作者のリチャード・ギャリオットで、父のオーエン・ギャリオットも宇宙飛行士であったため、アメリカで初めて親子で宇宙へ行った家庭となった。 宇宙へ行った2番目の英国人となった。彼は2008年10月12日にソユーズトママイナス13で打ち上げられた。目的は商業的参加の推奨であった。彼の宇宙飛行への個人、企業、団体の関与の育成によって、リチャードは宇宙の理解を促進し、民間宇宙開発の商業的可能性を証明することを望んだ。なお、 機関時のソユーズ・トマ -12 で一緒になったセルゲー、ボルコフは世界で初めて親子で宇宙飛行士となった家庭である。ギーラ・リベルテ7人目の宇宙旅行客はシルク・トゥ・ソレイユの創設者のギーラ・リベルテでカナダ人で初めての宇宙旅行客となった。2009年9月30日にソユーズ・トマ -16 号で宇宙へ到達した。 ワンドロップ財団を促進が目的であり、自らのミッションをポエティックソーシャルミッションと宣言した。彼は史上初の芸術的、社会的なイベントであるムービングスターズアース・フォー・ウォーターを実施し、2009年10月9日に宇宙から放送された。これは2時間のイベントでサルマ・ハイク、シャキーラ、ボノなどの多くの著名人が地上から参加した。彼は ソユーズとがマイナス14で帰還した。このほか前沢智作と平野洋造がミッションに向けた訓練を受けていると公表されている。この計画では、個人が未来の宇宙飛行のために投資を行ってその金額順に優先的に座席を確保できる。彼らの宇宙旅行は優先権を認められており、また買い取った優先権を他の宇宙旅行客に販売もできる。 Google の共同設立者で社長であるセルゲイ・ブリンは将来の宇宙飛行に向けて500万ドルを予託して創立メンバーであるファウンディングエクスプローラーグループになっている。スペースアドベンチャーズは最終的な未来の宇宙飛行や宇宙旅行への投資等の生涯目標を共有する宇宙旅行者の組合を立てるためにオービタルミッションエクスプローラーズサークルを設立した。最初に ファウンディングエクスプローラーの地位を6つ作り、それぞれが将来の軌道上ミッション参加のための優先アクセス権を持っている。2006年、ISS に旅行する客に対して宇宙遊泳のオプションの提供を開始すると発表した。最大で1.5時間ステーション外での宇宙遊泳に参加することが許可され、費用は1500万ドルである。これは、 軌道上での滞在を最大6日から8日に伸ばす。宇宙遊泳はロシアで設計されたオーラン宇宙服を用いる予定である。宇宙遊泳の訓練は通常の6ヶ月の訓練に加えて専門のトレーニングのために余分な時間を必要とする。スペースアドベンチャーズは月を一周する月、周回軌道の旅行計画である図、アルファ計画の事前予約を提供している。 価格は一隻あたり1億ドルと公表されている。この計画は2機のロシアの宇宙機を利用する。1台のソユーズがソユーズロケットで低軌道に打ち上げられる。軌道に入った後、有人カプセルは月周回の際の推進力を提供する無人の月、推進モジュールにドッキングする。この計画は8日から9日間が予定され、2から3日で上段に近づき、 二から三日で月に近づき、約45分間、月から 100km から 1000km の位置で月の観測が行われ、二から三日で地球に戻るとされる。スペースアドベンチャーズは、月旅行のための一席が1億5000万ドルで販売されたと公表し、二席目を販売するための交渉があることを発表した。彼らはチケットを買ったその人物の名前を明らかにしていないが、 その人はよく知られているとしている。スペースアドベンチャーズは月周回旅行が2015年に起こることを望んでいる。プロイダシステムズと FSA と共にスペースアドベンチャーズエクスプローラーと呼ばれる弾道宇宙飛行システムの開発を始めた。この宇宙機は他にも航空機や宇宙機を手掛けてきたロシアの航空宇宙機関やスイーシシェフ製造工場が設計した。 2006年の時点で、スペースアドベンチャーズの宇宙機には、輸送航空機の M-55X と5人を宇宙まで運ぶことのできるロケットから構成される、機体が運用されると考えられていた。しかし、スペースアドベンチャーズは、非常に費用が高いとして探査プロジェクトを破棄した。アルマジロエアロスペースは、現在弾道商用ロケットの分野で働いており、 これは、スペースアドベンチャーズを通して販売される。2010年4月に、高度62マイルのカーマンラインにより、上の高度を飛行するための一人当たりの料金ポイントは10万2000ドルと公表された。アルマジロは、宇宙旅行客を乗せて、最低1 0 0トルの高度を飛ぶ垂直離着陸機を開発中であり、スペースアドベンチャーズはその座席を販売している。宇宙機の開発には、 アルマジロとスペースアドベンチャーズが共同で出資している。しかし2013年、アルマジロのジョンディー・カーマックは、同社が資金難により活動休止に追い込まれていることを明らかにした。日本のビジネスマン榎本大輔は210万ドルを払った後、医療的な理由から宇宙飛行を取り消されたが、払い戻しがなかったためスペースアドベンチャーズを訴えた。 2009年に和解に至ったことが明らかになったが詳しい内容は非公表となっている。ありがとうございます。